映画クランクイン初日から藤岡さんとご一緒ということで、ちょうどそうですよね、そうですね。おなりと誠と私とたけると藤岡さんがはもう初めて。初めて初日だったので、ガッチガチでしたいやね。もう目の前に藤岡弘さんがはい、いらっしゃるんですもの。それはもうガチガチになりまして。緊そう張しましてね。大変だったよ 大ね。変でしたね。なかなか緊張も取れなかっ取れなかった。た、ね。覚えがありましたが、山本さんはどうでしたか？そうですね、本当、役に入った時はすごい緊張感があったんですけど、その撮影の空き時間とかはすごい優しく話しかけてくださったり、藤岡さんのコーヒーをいただいたりしたので、いただきました。本当に美味しかったんですけど、そういうなんか空き時間でも優しく接していただけたので、もう最初だけでした、緊張したのは。リラックスしてできました。コーヒー皆さん召し上がったんですか？はい、いただきました。すごい美味しかったです。岡本さんいただきました。も。なるほど。どうでしたか、そのコーヒー入れていただいて。いや、僕もともとコーヒー苦手だったんですけど、少し克服できたというか、美味しかったです。なるほど。やっぱり藤岡さん入れていただくと一味違ったの。深いですよそうですね。ね。わかるの？いや、まだそのコーヒーの深さには分からないんですけど、でもすごく美味しかったです。西見さん、先ほどね、藤岡さんとご一緒いただいた時のお話、コーヒーもまた、そして教えていただいたということもありましたけれども、他にもこう逆にこう質問したかったこと、質問できたりとかしましたか？それともいろんな話、どうだったでしょそうですね、逆に僕は緊張したってすごく、今45周年ということで、そう、最初の仮面ライダーということで。まあ、今でもすごい緊張してるんで、なんか何話したらいいのか分からなくて、まあ、でもすごい演技のことだったりとか、すごいそういうところを中心にお話ししたので、すごい僕にとってその今回の映画っていうのは僕にとっても勉強できた場だったので、すごい感謝してます。なるほど。その感謝をいただいたこの作品が、ね、いよいよ公開となるので楽しみと思いますので、今日はですね、ぜひとも西銘さんと杉さんに代表して見どころを伺いたいかなと思うんですけれども、では西銘さんから見どころを。いや、そうですね、やっぱりこの「仮面ライダー1号」は命がテーマになってますし、仮面ライダー45周年ということで、45周年のこの、なんだろうな、この思いだったり、その藤岡さんの思いだったり、そういうことがもうすべて入ってるような作品になっているので、ぜひ楽しんで見てもらえたらなと思ってます。ありがとうございます。でですね、皆様お待ちいたしました、方がショッカーを撃退したとご連絡がありました。ライドー変身。ライダー1号、藤岡弘さんです。どうぞ皆様お戻りください。改めてご紹介いたします、仮面ライダー1号本郷猛役、藤岡弘さんです。なんと本日はライダースーツを身にまとい、マスクを脇に抱える、いわゆるマスクオフの状態でご登場いただきました。それでは藤岡さん、ご挨拶をお願いいたします。45年の時を超え、世界で戦ってきた本郷猛、日本へ帰ってまいりました。本郷猛こと藤岡弘です。よろしく。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。さあ、では藤岡さん、もう周りの皆さんから歓声が上がっておりました。ここからは私より質問をさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、1971年4月3日の放送より仮面ライダー1号始まったわけですけれども、改めて西銘さん、そして大杉さん、藤岡さんのこのライダースーツ姿、いかがでしょうか？いや、もうオーラがすごくて、いや、気迫がもうすごくて、本当にかっこいいです。なんか本物の仮面ライダーだなと思って、
なんだろう、こう自分今仮面ライダーやらせてもらってるんですけど、もうまだまだだなというふうに思いました。大杉さんいかがでしょうか。いや、こんなメモリアルな作品に本当に出たこと嬉しく思いますし、こうやって藤岡さん、まあ、本郷猛こと藤岡さんの横にこうやって立ってることも本当に幸せだと思いますし、何よりもそれで今日ここで本当に立ってらっしゃるギャラリーの皆さんがですね、非常にいい顔されてるってことこっちからも分かりますし、嬉しいですよね、こうやってね、はい、ありがとうございます。さあ、本当に感激ひとしおでございますが、さあ藤岡さん、それでは改めてご質問させていただきたいと思います。先ほども申し上げましたが、1971年4月3日の放送の仮面ライダー第1話の中で、ショッカーに捕らえられた際に体はライダースーツでマスクをしていない状態があり、それ以来45年ぶりとなられますが、改めてご自身ライダースーツでご登場されたお気持ち、いかがでしょうか。初代仮面ライダーとして本郷猛を演じさせていただき、初めてライダースーツを着、仮面をかぶり、そして二輪に乗った時のその思い出が蘇ってまいりました。不安とそして期待されるその状況の中で、命がけで全力を持って戦い続けてきた時のあの思い出が、この体中熱く熱くこう騒いでおります。まさにそうですね、45年の時を超え、この体中のライダー魂の血が騒いでおります。本当に指示もなく何もなかったあの時代、体を張って命を懸けて多くの戦友であるスタントマンたちと共にやらせていただいた時のこと、なんか本当に45年あっという間の年月だったなと思い起こされます。再びこうやってまた奇跡のごとく45年ぶりにまた同じ本郷猛をやらせていただいておりますことも感無量でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。一言一言のお言葉がすごく私ども聞いておいて逆に感無量なんですけれども、やはり45年前はご自身でスーツを着てバイクにまたがり握手もされていらっしゃいました。そこから時を経てまた今回もこうやってスーツを身にまとい、またバイクの方にもまたがっていただきました。いかがでしょうか、この形は。そうですね、なんかこうすごい重量感というか、その重みというかね、まさしくこれは愛と正義と勇気の象徴シンボルでもある、なんか日本の武士道をこう想像させるような、まあ、侍魂といいますか、なんか侍だというか、そういうこうなんか感がしますね。やっぱりより一層進化したこの重量感、凄さ、厚み、そしてこの私自身も45年という思い、いろんな体験経験によって背負ったものやいろんなものが内包されて、しかしやっぱり当時から思いは一つも変わっておりません。やっぱりあの時の当時の原点に立ち戻った思いを持って今回演じさせていただきました。愛と正義と勇気を持ったあの当時の思いをそのまま、そして侍魂としての決意、決断、覚悟、信念を持って戦いに臨むライダー魂そのものを、この45年というものを背負いながら何かやらせていただいたような気がいたします。何か本当にもう多くの、そしてまた当時のね、やっぱり恩師たちの、やっぱりさまざまなこの仮面ライダーに携わった恩師たち、石の森章太郎先生をはじめ、もうプロデューサーの平山さんや安倍さんや内田所長や、まあそれこそスタントマンの皆さんや関係者、多くのスタッフの皆さんの顔が浮かんできて、その思いを全て私が背負ってるんだなと思って、なんか私が代表としてこうやって立たせていただいておりますけど、皆さんの思いがこの仮面ライダーに集約されていると思うと
人志を身が引き締まる思いですね。ありがとうございます。